身をはじめとは、前の君主の死去、隠居に伴う、新君主の就任初期に新知性の統治の一環として、行われる一連の施策、政策を指す。新しく、君主となった者は、一刻も早い民衆の掌握を必要とし、逆に民衆の側も、新しい君主の下で旧兵が改革、廃止されて、自分たちのためになる、新政策が導入されることを期待した。 中世においては、君主の側からは、身をはじめの特性の形で行われ、反対に、民衆の側からは、特性一揆などの自由行動によって、特性の実施を求める動きが生じた。江戸幕府では、二代徳川秀忠、三代徳川家光ともに、将軍戦後1十年近くにわたって、王后所となった父親の前将軍が、実際の政務を掌握する時期が続いた。 このため、王御所であった父親が死ぬと、直ちに、三をはじめを宣言して、積極的に政務を望む姿勢を示した。このため、江戸幕府では、幼少の場合を例外として、正異大将軍就任あるいは王御所の死亡による、徳川将軍家統主就任時に、三をはじめの新政策を打ち出すことが慣例化していった。著名な幕政改革である、いわゆる三大改革は、本来は、 それぞれ八代徳川義宗、十一代徳川家成、十二代徳川家吉の三代はじめの一環であり、近年注目されている幕末の安政の改革及び、慶応の改革も十三代徳川家佐十五代徳川義信の三代はじめと関連付けられる。また、地方においては、当主の交代や改役による、新領主の入部に伴う領主の交代時にも、 身をはじめに対する期待が強く持たれたのである。ありがとうございます。